島田重太郎、軍人らしからぬ質素で非常に生真面目な人柄だと言われている。多摩、比叡の各官庁を歴任後、東条内閣時の海軍大臣に就任し海戦を主張。戦後、永久戦犯とされ終身禁錮刑判決を受けた。杉山はじめ、第二次大戦に至る陸軍の戦争遂行の最高責任者。本土決戦に備え1945年第一総軍司令官となったが、ポツダム宣言が受諾され終戦を迎える。最後は終戦処理を終えた9月に自ら拳銃で命を絶った。そのことを聞いた彼の妻も、清掃に着替え仏前で自ら命を絶った。鈴木貫太郎、226事件で襲撃される。銃弾を4発受け意識を失い心臓が停止した。だがその後の必死の蘇生術が施され、奇跡的に息を吹き返す。その後、内閣総理大臣に就任し、陸軍の反対を押し切ってポツダム宣言を受諾し、第二次世界大戦を終戦へと導いた。豊田宗右衛門、最後となる第19代軍令部総長を務めた人物。戦争末期、軍令部次長大西滝次郎中将と共に徹底抗戦を訴えた。戦後、戦犯容疑で逮捕されるが、東京裁判では不起訴処分となる。